後半戦は長崎大学のキックオフで試合開始という形になります。長崎大学キックオフキッカーは2番の江口、鹿島高校出身3回生が務めます。長崎県立大学はリターナに6番と8番が配置されました。6番は野本、8番は早野。さあリターンに入ります。このリターンは長崎県立大学陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から長崎県立大学の攻撃となります。長崎県立大学自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ中央でのプレーを展開しました。これは長崎大学ディフェンスも圧力をかけ、ゲイン2ヤードに留めています。長崎大学キャリア8番は野本、南春高校出身の4回生です。長崎県立大学セカンドダウン8、ボールオン自陣37ヤード。最後クォーターバック自ら抑えておりますが、しかし結果的に約3ヤードロスになりました。なおクォーターバックは11番の吉田に代わっております。吉田は宇和島東高校出身の1回生です。長崎県立大学サードダウン11、ボールオン自陣34ヤード。右スプリントからパスを投じようとしましたが、これを長崎大学9番が見事にタックルしまして、フォースダウンに追い込みました。素晴らしいパシュートをしまして、このプレーを潰しましたのは長崎大学9番の三安、春日高校出身の2回生。長崎県立大学フォースダウン11、プレーを実施するフォーメーションを取っています。それをリターンします。ここでボールをファンブルしているか。さあこの判定を待ちましょう。ボールは長崎大学が抑えております。失礼しました。
判定。先ほどリターンを試みました長崎大学、しかしここでボールをファンブルしました。そのボールを長崎県立大学が抑えたことにより長崎県立大学の攻撃となります。結果的に長崎県立大学攻撃権再獲得となりました。長崎県立大学ファースター、長崎大学ここで痛恨のミスにより攻撃権獲得を失しました。長崎県立大学相手陣失礼自陣47ヤードからファーストダウン10。ナイスラン。何枠8番ハンドオフから右オフタックル付近を駆け上がり攻撃権更新です。長崎県立大学ファースター。何枠8番は早野、筑紫高校出身のプレイヤーです。これにより長崎県立大学は相手陣41ヤードに入りましてのファーストダウン10。今度はカウンタープレーを左方向に展開しました。何枠8番左方向手薄になったところをつきまして約4ヤードのゲインとしています。キャリア8番は早野、ここも素晴らしいランを重ねていっております。長崎県立大学セカンドダウン6。パス成功。クォーターバック15番ここで内側に切れ込んできた88番にパスを通し約2ヤードのゲインとしています。ターゲット88番は小柳、伊万里高校出身の1回生。長崎県立大学サードダウン4。不成功。クォーターバック15番プレーアクションからワイドレシーバー88番にパスを通しましたが、このパスはディフェンス守り厚くパス不成功となりました。ダウン1つ失いフォースダウンと変わります。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。フリータイムアウトを解きまして試合再開となります。長崎県立大学フォースダウン4。プレーを選択する構えを取っています。フォースダウンギャンブル。パス成功。さらに行きます。ナイスラン。ファーストクォーターバック15番ここでスクリーンパス。手前にいるレシーバーにブロッカーをつけて走らせるスクリーンパスを成功させランニングバック8番左オープンを独走し大きく攻撃権更新としました。長崎県立大学ファースダウンギャンブル成功。長崎県立大学相手陣9ヤードに入りましてファースダウン2ゴールとなります。エンドゾーンまで残り9ヤード。タッチダウン。何枠25番ハンドオフを受けて一旦相手のディフェンスの
動きを見ながら中央突破。無人の荒野を走るように一気にエンドゾーンに入りました。タッチダウン長崎県立大学6点獲得。見事タッチダウンを決めたのは25番の水戸でした。倉敷古城池高校出身の2回生。このキックを長崎大学ブロックしまして6点止まりとしました。長崎県立大学36点、長崎大学0点。しかしここで長崎大学も一つ相手にプレッシャーをかける見事なプレーを見せました。試合は長崎県立大学の県立大学のキックオフで試合再開となります。長崎大学も先ほどのトライフォーポイントを見事フィールドゴールブロックにより抑え込むという素晴らしい動きを見せました。チーム自体の活力はこの攻撃に生きるでしょうか。さあボールを落としているが、このボールどちらが抑えるでしょうか。幸い長崎大学は抑えております。長崎大学自陣30ヤードからの攻撃となります。長崎大学自陣30ヤードからファーストダウン10。インターセプト。さあしかしここでボールファンブルが発生している。ここでパスプレーに出ましたが、そのパスを取ったのは長崎 県立大学がここでボールをファンブルしまして、それを長崎大学77番が抑えました。結果的に一旦攻撃権は喪失した形になりますが、これを取り返してのファーストダウンという格好になりました。あわやタッチダウンを追われるかというシーンを、しかし長崎大学の77番の選手増田見事に抑えました。高蔵寺高校出身の2回生です。これにより長崎大学再びファーストダウン10となります。ボールオン自陣20ヤード。さあ今度はランプレーからと中央のランプレーを託しましたが、何かく29番突破できず約1ヤードロスになっています。キャリア29番は富岡です。北洋大高校2回生。ここでウォーターブレイクが入ります。
さあウォーターブレイクが解けまして試合再開となります。長崎大学ボールオン自陣19ヤードからセカンドダウン11で試合再開となります。長崎大学セカンドダウン11、パス不成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー9番へパスを投じましたが9番ディフェンスにカバーされパス不成功となりました。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。長崎大学サードダウン11、ボールオンは自陣19ヤード。パス不成功。ここで内側に切れ込んできたレシーバーにめがけてパスを投じましたが、これも長崎県立大学のパスカットによりパス不成功となりました。フォースダウンに変わります。長崎大学パントフォーメーションを取りました。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホルススタート、正なスタートを切りました。攻撃チームは得点の選手以外は揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体しフォースダウンやり直しとなります。ナイスパン。このパント転がりよくボールは長崎県立大学陣35ヤード付近でボールデッド。この位置での攻守交代となります。自陣厳しい位置にありました長崎大学ですが、このパントにより陣地を大きく回復することに成功しました。長崎県立大学自陣35ヤードからファーストダウン点の攻撃に入ります。パス不成功。クォーターバック11番、ここでワイドレシーバー6番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。長崎県立大学セカンドダウン点、ボールオン自陣35ヤード。
パス不成功。クォーターバック11番、再びパスプレーでしたが、これはあわやインターセプトになるかという危険なプレーとなりました。しかしパス不成功に終わりまして、ダウン1つ失い、サードダウンと変わります。長崎県立大学、サードダウン10。さあここでクォーターバックドローで自らの走力で突破を図りましたが、しかしこれは長崎大学の9番がタックルしまして、このランプレーを阻止しました。フォースダウンと変わります。タックルをしましたのは長崎大学の9番三津安、春日高校出身の2回生です。長崎県立大学フォースダウン10。さあフォーメーションはプレーをする構えを取っています。さあクイックパントとしました。このパントは長崎大学陣45ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。クイックパントはいわゆるプレーをする体型の状況からパントをするフォーメーションです。リターナーがセットしにくいというメリットはありますが、反面プレーそのものがその感覚を取れないため、パントの距離が稼げないというデメリットもあります。パンターの技量が問われるプレーですが、ここはその陣地を挽回する距離自体がそれ影響が出る形になりました。これにより長崎大学は自陣45ヤードからの攻撃を得ます。長崎大学ファーストダウン10。クォーターバック18番、ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、しかしステップワークよく左オープン展開して約2ヤードゲインと変えています。スクランブル決めました。クォーターバック18番は柴田、新居浜西高校出身の2年生です。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。長崎大学セカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック18番、ここでワイドレシーバー10番へのパス、競り合いながらのキャッチに期待しましたが、しかしこのパスは通りませんでした。ダウン1つ失い、サードダウンと変わります。長崎大学サードダウン8。ボールオンは自陣47ヤード。インターセプト。
ここをパスで突破したかった長崎大ですが、そのパスを取りましたのは長崎県立大学の10番インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。インターセプトをしましたのは長崎県立大学の10番キッカーは伊那弥生が丘高校出身の2年生です。これにより攻守変わりまして長崎県立大学相手陣41ヤードからの攻撃となります。ファーストアウト。抜けます。右オープン。誰もいない。テールバック8番ハンドオフを受けて右オフタックルを突破。そこから右オープン独走しまして一気に相手ディフェンスをまくり上げエンドゾーンに駆け込んでタッチャー。長崎県立大学6点獲得。キャリア8番は早野筑紫高校出身の2年生です。スナップミス。これをキッカー66番自ら抑えておりますが、しかしトライフォーポイントは失敗、6点止まりとなります。長崎県立大学42点、長崎大学0点。そして長崎県立大学のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーが変わりまして88番小柳が務めます。伊万里高校出身の1回生。長崎大リターンに入りました。このリターンはよく自陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなっています。リターナーは21番の選手が務めていました。失礼しました、11番牟田筑紫高校出身の1回生が見事なリターンをしました。長崎大学自陣32ヤードからファーストアウト。中央でランプレーだが最終的にボールを抑えたのは長崎県立大学攻守交代です。ターンオーバー。中央突破なるかと思われましたがこの時にボールをファンブル、ファンブルをしまして抑えたのが長崎県立大学ですのでここで攻守交代です。ターンオーバー。長崎県立大学相手陣41ヤードの位置からのファーストダウン10となります。
ックのダイブプレー、ブロッカータイプに中央を突破させようとしました。キャリアは25番、これにより約3ヤードのゲインとしています。キャリア25番は水戸、倉敷五条池高校出身の2回生。長崎県立大学セカンドダウン7、長崎県立大学ファースター、ランニングオフ8番、トスを受けて右オープンへのスイープレー。長崎大学もディフェンスプレッシャーかけましたが、しかし攻撃権更新となっています。失礼しました、わずかに届いておりません。サードダウン残り1ヤードとなっています。3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、長崎県立大学42点、長崎大学0点で攻守方向入れ替え、ファイナルクォーター第4クォーターに移ります。